いやー、しかし、ひっちゃかめっちゃかだなー。ちょっと待って、もうわかんねえよ。矢はいらないかな。なんだこれ。ちょ、拾え、拾え。ツナさん、なんか面白い剣あるよ、面白い剣。あ、いっぱいか。じゃあね。あれ？俺？位置が悪いか。よいしょ。これこれこれ。よし。あー、しかし結構パーティーね、瀕死。調べてみよう。これ。ショートソードだ。プラス1ぐらい。おお、なにこれ。ザ・フイス、小さい、フイスリングソード。その昔、東シャアの平原にドワーフのように小さな人間の鍛冶屋が住んでいた。はい、すいません。またちょっと邪魔が入っちゃったんで、一回中断しましたけれども、ザ・ホイスリングソードということで、口笛吹き師剣。その昔、東シャアの平原にドワーフのように小さな人間の鍛冶屋が住んでいた。熟達した武器職人でありながら、彼には大人までも、涙ぐませるほど、滑舌悪いな。心温まる音楽を口笛で奏でる天賦の才があった。はあはあ。彼の小さな体を面白がる人々は数多くいた中、一人の孤独な明治だけがその小さな鍛冶屋との時間と彼の口笛を楽しんだ。人々は彼の口笛を聞くどころか、彼に耐えきれぬほどの苦痛を与えるようになり、そしてその心を優しき鍛冶屋は永遠に平原を離れなければいけなくなった。土地を離れる前に、彼は唯一の友であった明治の魔法の力を借りて、明治への贈り物となるこの剣を作った。この剣はその鞘から抜かれるとき、その使い手のために優しく口笛を奏でるのであると言われている。ね、口笛を奏でる前に言葉すらあやふや、うまく奏でることができない。どうしよう。鍛冶屋が去った後、すぐに明治もまた贈り物として授かった剣を手に、その嫌気のさした土地を離れ、旅に出るのであった。ああ、なんかこれ一つのドラマがありますね、この件には。で、抜く瞬間に口笛奏でて、例えばだよ。ちゃんととかさ。なんか魔法、持ってるだけで魔法がかかりますよって、そういうことじゃないんだ。タクゼロプラス2ボーナスの 1D6 の2貫通。これ、どうなの？芋ちゃん的に、所持金がいっぱいです。あ、そうっすか。あ、ちょっと見てみよう、これ。全然ショートソードプラス1よりもいいな。全然いい。でも、どうなんだろう。シーフが、ね、剣を抜くときに、ピーヒョロロロロロロロって剣が鳴ったら、すごい、間抜けすぎるんだけど、どうなの、これ。シーフが使っちゃいけねえよな。いいのかな。 ダメだろ、これ。またこれ難儀なもん手に入れたなぁ。大体こんな感じですね。一応一通り見て回りました。まあ、ところどころ黒いとこ残ってますが、いいでしょう。バシラスのイベントと、あとなんか鶏のなんちゃらさんっていうのがイベントとしてありましたね。とりあえずバシラス倒したんで、何でしたっけ？ラサンダー寺院か何かにいる、なんちゃらさんに会いに行きましょう。なんちゃらの、なんちゃら、ベレゴストの漁師のなんちゃらさんに会いに行きましょう。はい、じゃあちょっとお話ししましょうよ。ね、報告しないと。いろいろともらえると思うんでね。美味しいもの。ケルダス・オーミリアさん。この方がね、ベレゴストでいいんだっけ？ナシュケル？どっちだっけ？忘れちった。まあ、あの辺一帯で暴れてた人殺しのバッシラスに懸賞金かけてる人です。この人が領主ですよね、確かね。なので、バッシラス倒したよって報告をしたいと思います。朝の神にかけて、
あなた方はバッシラスのホーリーシンボルをお持ちだ。あのような強い者を倒すのは大変だったはずです。その奉仕は永遠に語り継がれるでしょう。喜んで報酬をお渡しします。あんま強くなかったんだよね。運が良かったのかな。何でしたっけ、バジリスクとかあの辺のがきつかったけどね。あれに比べたら全然。はい。卑劣なバッシラスを片付けた報酬をたくさんもらった。この5000ゴールドはきっと役に立つだろう。でかい。他ないの？お金だけ？アイテムをもらったとか書いてないもんね。日記。一番先、あ、これだ。あれ？達成済みだと日記見れない。あ、見れないんだ。なんだ。はい、ですね。ベレーゴストの宿に戻ってきました。で、何するかというところなんですけれども、とりあえずさ、これ、なんとかしよう。ニワトリのメルカンプ。あれ？クエクエって鳴かないのかな？クエクエって、クエクエ？ニワトリ別にクエクエって鳴かねえな。まあいいや、それはいいとして、なんだっけかな。これか。ベレーゴーストの西側にいるサランティールのところへ連れていくことになったということなので、これかな。これ、なんか魔法使い住んでそうですからね、この塔。まあ、ベレゴスの西っつうと、ハイヘッジなのかなとも思うんですけどね。あれ？ハイヘッジなのかな？あ、まあ、じゃあ、ハイヘッジ行ってからの、この謎の塔に行きますか。このさ、このフィールドの隣にもう一つフィールドあんのかな？こっから一気にこの塔に飛べるんであればいいんだけども。長い旅になりそうだね。まあ、鶏抱えてても仕方ないわけですよ。養鶏場の人じゃないんだからね。なので、とりあえずこの鶏のメリカンプのイベントを終わらせようというところなんですけれども、あ、変なの出ちゃった。あ、でね、ニーラがレベルアップしてるんで、ちょっと、ポチッとなしましょう、ポチッとな。はい。あらよっと、ズビ。レベル1の呪文が1個増えて、レベル3の呪文、あ、レベル3までいけるようになった。2個。あとヒットポイント4上昇ですね。はい。あー、難しいなー。アイデンティファイを入れるか、なんか魔法を入れるかなんでね、他の攻撃系の。ファインドファミリア。使い魔。この呪文は主人公以外が唱えても効果がないんだそうです。じゃあ意味ないね、覚えててもね。じゃあまあいいや、スリープ覚えとこうか。あとレベル2は増えてない。3。ああ、ライトニングボルト。これちょっと使ってみたいわ。はい。あ、でも一回寝ないとダメか。じゃあ、ちょっと一回、睡眠取ってから、何でしたっけ？名前忘れちゃったよ。これ。ハイヘッジ行って、で、この塔を目指しましょう。はい。そういえばさ、なんだっけ？これ。野党の逃避。これ売ってみよっか。この人だっけ？なんか買い取ってくれるって話あったよね。こんにちは。なるほど。なかなか頑張ったようだね。その調子で続けて。どんどん野党の逃避を持ってくれば、君は金持ちになれる。逃避は私が全部買い取ってやる。あ、でもこれあれだね。バイ隊長って、
決して自分が野党退治したわけではないのにもかかわらず、こうやって一般の冒険者から野党の党費を、まあ、金銭で買い取ることによって、私はこんだけ大活躍しましたと。これはなかなかですね。実際戦っていないにもかかわらず。全部、あ、300円。しかし悪趣味。こんなもの買い取るだなんて悪趣味ならもう持ってないね。はい。なんか、野党の党費の倍隊長みたいな名前になりそうだけど、まあ、それはどうでもいいやな。あとなんかね、荷物ちょっと売るべきだったな。売ってこよう。それからハイヘッジ行きたいと思います。はい、サンダーハンマースミシーに来てます。いらないアイテムね、一通り売って、ちらーっとね、お店の中、品物覗いてたらね、なんか品揃えが増えてる気がするんですよね。このスリングプラス1とか。あれ？これさっきね、実は買ったんですよ。スリングプラス1。で、買ってなくなったんだけど、また増えてますね。どういうことなんだろう。これもらってきたいな。買おう。これね、ほら、消えるでしょ。これね、普通のスリングって特にボーナス値つかないんですよ。ダメージとか、タクゼロとか、あの辺ね。スリングプラス1だとね、それぞれ1ずつのボーナスがつくんですよ。の割には、120円っていう破格の安さなので、これできればね、ジャヘイラお姉さん持ってるんですけど、さっき買って。ブラウンウェンさんと、ニーラちゃんにもちょっと持たせたいんですけど、これもう一回話しかければ入荷するのかな？さっき、ここのさ、ほら、カッコの中の数字が在庫だと思うんですけど、さっきね、スリングプラス1のね、在庫が1個しかなくて、まあ今みたいにね、買ったら消えたんですけど、また話しかけたら増えてたので、もしかしたらまた増えるのかな。まあそれはさておき、あとね、気になったのが、あとミディアムシールドも実は買ったんですよ、さっき。で、ブラウンウェンさんミディアムシールドしか装備できなかったんで、ラージシールド持てなかったから。で、まあプラス1があったから買ったんですけど、また在庫増えてますね。ってなると、ここの数字何？よくわからない。これあったっけ？フルプレートアーマーって。アーマークラス1。対切り裂きに対して非常に強いですね。飛び道具、貫通に対しても非常に強いです。ちょっと思うのは、カリードさんにこれ持たせたいなっていうのがちょっとあるんですよね。7000円ですよ。ちょっと高いな。後でこれに匹敵するものが出てきた時に。でもお金ってどうなんですかね。使っちゃった方がいいかな。あと、シャドウアーマープラス3。これ前からあったような気もするんですけど、これね、イモちゃんが今ね、着てるやつよりもね、数字的には1ついいんですよ。確か。で、まあ、あと、ハイドインシャドウに対してのボーナス値がつくので、結構確率上がりますよね、これでね。これ、名前的にも、どうなんでしょう。シーフの最終的な装備として考えてもよろしいか。そうでもない。そうでもないか。買う？どう思う？ 7200 円。どっかで手に入りそうな気もするんだけどな。まあ、ちょっと保留ですね。これね、スリングプラス1。これジャヘイラさんに持たせたやつ。で、なぜか、在庫が復活してたスリングプラス1を、この、ブラウンウェンさんに渡して。で、これでもう一回話すと多分ね、入荷してるんじゃないの、これ。あれ、入荷してない。あ、もしくはさ、違う人で喋ると入荷すんじゃねえの？一人一個までみたいな。ほら、ドラッグストアでも、安売りのティッシュとかあるじゃないですか。箱のティッシュね。一人一個までみたいな、あるじゃないですか。あんな形？あれ、入荷してない。あれ？なんでさっき入荷してたんだろうな。俺の見間違いじゃないと思うんですけどね。ミディアムシールドもね、在庫が復活してるんですよ。例えばこれね。あ、一晩寝ると復活とかあるかもしれない。いや、それはないな。寝ていないもんね。不
思議ですね。何だったんだろう。まあいいや。さっき話したように、これからちょっと、何でしたっけ、ハイリッジでしたっけ。名前忘れちゃいましたけど、あそこ行ってきましょう。一応一通り揃えたんでね。はい、とりあえず、フルプレートメールに関しては、保留という形で行きましょうか。フルプレートアーマーかな。まあ、名前はどうでもいいや。はい、行きましょう、行きましょう。